こんにちは、本郷奏太です。今日もポケモンカードの新商品を開封していきましょう。 VMAX スペシャルセット EV ヒーローズが2つ、こちらもなんとかゲットすることができました。これはね、どういう商品かと言いますと、昨日開封した EV ヒーローズのパックが8パック入っていて、それプラスこのセットにしか入ってないこの VMAX って書いてあるパックが1パック入ってます。昨日サンダースをゲットすることができなかったんで、今日はこれを開封していきたいと思います。このね、VMAX っていうパックには、この4種類のカードのうちからどれか1個だけが入ってるよっていう感じです。この4体のポケモンっていうのは、このセットからしか出ないから、これね、非常に何が出るかめちゃめちゃ重要なんですよね。全部強いから、まあどれも嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、まあ僕はね、サンダース推しなので、サンダースのカードを引きたいなという感じです。で、通常の入ってる8パックからも、ちょっとね、まだ持ってないカードなんかを引けたら嬉しいなということで、じゃあ開封していきましょう。この VMAX は最後に開けるとして、じゃあこの8つのパックはね、開けていきたいと思います。普通にボックス買いをすると、SR 以上のカードが、まあ1枚は必ず入ってるんですけど、こういうパックからはね、出ないかもしれないし、もしかしたら2枚以上出るかもしれないしっていう感じなんで、非常にドキドキできます。じゃあ1パック目を開けていきましょう。ベロバー。ヒメンカ。マグカルゴ。お、なんか、V っぽくないか？おー、シャワーズ V。 嬉しい。マクワ。やった、 V ポケモンが出ました。普通にこれはめちゃめちゃ嬉しいですね。じゃあ次、シンバス。 EV、 はい、可愛いですね。お、何気にこれ気づかなかったけど、レッグーザがいて、レッグーザに憧れているな。いや、目線の方向から言ってレッグーザ見てないか。まあまあまあ、それはよしとして、ビリリダマ、ミロカロス、ぐんぐんシェイク。はい、これも嬉しいグッズですね。では次、お、 EV がレッグーザを見てないやつですね。ビリリダマ、なんかさっきのパックとほとんど一緒だぞ。しずくも、どうだ。お、フラージェス、レアカードのフラージェス、連撃のフラージェス、フラエッテ。じゃあ4パック目。こういう箱ってね、いいカード出るって僕は思ってたんですけど、なんかね、最近そんな結果が残せてないんで、ちょっと今日はやっぱいいカード出るじゃんって思わせてほしい。ヤンチャム、すげえなんか黄昏れています。ドーブル、水五郎、ん？キラ、レアか、マーシャドウ、そしてカイロス。半分開け割って V が1枚。まあ V1 枚ぐらいなのかなとも思いますけど。じゃあ次、鬼しずくも、ピカチュウ、クチート、シロデスナ、スナーバーから進化、母コモリ、なんかすごく優しいぞ、コモリをしてる、だから母コモリなのかな。残り3パック、またしずくもが出ました。マリルがめちゃめちゃ可愛いのよ。このね、ハスのね、中に浮いています。イエスさんがちょうど本を落下させてしまった瞬間にシャッターを切ったというね、素晴らしい写真ですね。仲間を呼ぶ、ハートサイン、ゾロアーク、幻影変化強いと思います。これは嬉しい、何枚か欲しいですからね。カイロス、カイロスはよく出ますね。残り2パック、もう1枚ぐらい V が欲しいな。 V か VMAX お願いします。ピカチュウ、マンタイン、イエスさん、どうだ。お、ドリームボール、ギモー。じゃあ通常パックのラスト1パックですね。まあもう出ないのかな、どうなんでしょうかね。お願いします、もう1枚ぐらい V を僕にください。シビビール、シビシラスから進化シビビール、マグマックから進化マグカルゴ、ヤンチャムが夕焼けを見つめていて、お、 V っぽいぞ、来い。おー、ブラッキー、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。あ、これはありがとうございます、エレメンタルバッジ。あれ、ブラッキー持ってなかったんじゃないかな。ブラッキー、VMAX は出たけど、ブラッキー自体持ってなかった気がするんで、めちゃめちゃ嬉しいです。これもね、何枚か欲しいカードなんですよ。めちゃめちゃ強いの。そして、お待ちかね。この VMAX って書いてある、このすげえかっこいいパック、開けてみますか。もう一度おさらいするとね、
このブースター VMAX かシャワーズ VMAX、 サンダース VMAX かエーフィー VMAX、 この4種類のうちのどれかから1枚、あとはエネルギーが3枚入ってるみたいですね。いやーどれがいいかな、どれも強いんですよね、どれも強いんです。デッキとして組みたいのはブースターかな。だけどポケモンとしてなんか今一番来てくれて嬉しいのはまあサンダースかな。いや実際ね、何でもいいのよ、何でもいいんだけど、これは多分もう一番上からドンと来ると思いますよ。さあどうだ、何が出るかな。おー、エーフィー VMAX でした。太陽のケージ、エーフィー VMAX、 これもね超タイプのデッキになんかサポート的な役割で入る可能性がある、すごい強いカードだと思います。そして超エネルギーが3枚、ミラー仕様、すごい光っています。一つ目はこんな感じでした。ただね、同じのがもう一個あるからそちらも開けていきたいと思います。じゃあ本当に最後のこの1パック、いやーこれなかなか手に入らないんで、次ね入手できるのが多分1ヶ月か2ヶ月先になっちゃうんですよね。だからちょっとね欲しいカードをここから引いておきたいです。じゃあ同じ感じでこの EV ヒーローズから開けていきたいと思います。いやーなんか SR とか間違って出てくれないかな。水五郎、フラベベ、車湯が車っています。お VMAX じゃね。おお、グレイシア VMAX、 これは当たりですね、ありがとうございます。白ですな、やった、グレイシア VMAX めちゃめちゃ欲しかった、強いです、これもやった、ありがとうございます。 VMAX がね1枚出たのは嬉しいですね。何も出なかったってことにはならないんで良かったです。じゃあ次、ロトム、ドーブル、鬼しずくも、ゾロアーク、フラエッテ。じゃあ3パック目ですね。ピカチュウ、ドーブル、マグカルゴ、シャワーズ V のスペシャルアートだ。やばい、すごいすごい、マジやった、マジっすか、いいんですか。これね、あの SR っていうカードなんですけど、これイラスト違いなんですよ。通常の SR よりもレアとされてるスペシャルアート版の SR。 おお、めちゃめちゃ可愛い。何をしているんだこれは。なんか浅い水面に使ってなんか水遊びをしている、やば、すごっ。おお、そして最後はリボンバッジ。まさかまさかこのセットからこのイラスト違いが出るなんて、やったやった、嬉しい。マジですか、やった、すげえ。てかめちゃめちゃイラストいいな、これすげえ。これは集めたくなっちゃうな、スペシャルアート。うわー、全部集めちゃうのかな僕って。しかもまだ5パックも残っていますよ。まあさすがにね、さらにもう1枚 SR なんていうのは望まないんですけど、とにかく開けていきましょう。クチート、ベロバー、ヒメンカ、マルマイン、カイロス、次マグカルゴ、ちょっと待って、なんか、あ、違うか、びっくりした、ごめんなさい、なんでもない、なんでもない、マグカルゴ、ヤンチャム、ドーブル、スノーリーフバッジ、母コモリ。いや、なんかね、金色の枠が見えた気がしたんだよ、完全に、あの、目の錯覚でした。やばいやばい、ちょっと強欲になってきてしまっている。マグカルゴ、ピカチュウ、ゴロンダが佇んでいます、リボンバッジ、マルマイン、残り2パック。まあさすがにもう何も出ないかなとは思いますけれども、ビリリダマ、しずくも、マリルめちゃめちゃ可愛い、マーシャドウも結構いっぱい出ますね、スノーリーフバッジ。じゃあイブヒローズラスト1パック。あれだな、サンダース V っていうカードをまだ一度も見てないから、それはちょっと欲しいところではあるんだが、まあ多くは望みませんよ。マグカルゴ、ヒンバス、イーブイ、どうだ、アロマなお姉さん、ガルーラという感じでした。いやでもこの8パックからグレイシア VMAX とシャワーズ V のイラスト違いが出てるから、めちゃめちゃ当たりだと思います。なんだろうこの VMAX、 何が入ってるかな。強いて言うならエーフィーじゃない方が嬉しいかな、さっき1枚出たからという理由で。なので
そのエーフィーちゃん以外だとより嬉しいよという感じで開けていきます。いきなりいきますよ。何が出るかな。ドン。おお、やったー、サンダース VMAX だ。やったやった、よかったな、サンダース、やったー、サンダース VMAX、 一番欲しかったカードだ。あー、よかった、めっちゃ嬉しい。これはまあデッキも作りたいんだけど、ちょっと取り急ぎね、今サンダースのカードねたくさん集めてるんで、これは飾る用にしよう。こうやってねブロックを並べたり、ぬいぐるみを置いたり、こうサンダースを着たりね、サンダース力を高めた回がありました。さあスペシャルセットをね2つ開けたらこんな感じで出ました。このイラスト違いのシャワーズが出たのはもう非常に嬉しい誤算でしたね。いやー、やっぱポケカはねワクワクしますよ。大会が中止になったり延期になったりしてね、ちょっとテンションは落ちてたんですけど、でもやっぱこうやってね新しいカードをゲットするとさ、すごくワクワクするし、早く戦いたいなと思いますね。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また見てくれると嬉しいです。バイバイ。